まあ、どんどんそれが3月と4月に進んだ。で、一人は新宿の調理師学校から。いよいよ、もう中堅幹部じゃん。俺がただ、お前なんか嬉しそうな顔してきてるね。何をお前企んでんの、お前。お前ね、4月で丸2年になるんですよ。新しいの来てんじゃん。嬉しそうな顔してる。マジなこやつ。どうでもいいよ。